向谷匠は奈良県桜井市出身の元プロ野球選手、宇藤左打。NPB では育成選手であった。桜井市立小田小学校から野球を始め、桜井市立大宮中学校では軟式野球部に所属した。大和高陵高校に進学後、2年春の第85回記念選抜高等学校野球大会ではベンチから外れたものの2年夏は センターのレギュラーとして活躍。2年秋からは、エース達田翔太の進めで保守に転向。3年夏は、奈良県大会準決勝で、岡本和馬、広岡博士をする智弁学園高校に敗れた。兵庫ブルーサンダーズ入団後、1年目から二類一種のレギュラーとして、打率。304、38投類を記録した。2年目も打率37。373。 類三37を記録し、首位打者と投類王を獲得した。2016年10月20日に行われた、プロ野球ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスに育成ドラフト3巡目で指名され、支度金200万円、年俸250万円で合意、入団。背番号は130に決まった。読売ジャイアンツの育成ドラフト3巡目指名の山川和弘と共に、 BFL 及び兵庫ブルーサンダーズとして初のドラフト指名による NPB 入団選手となった。これを記念してコータニが兵庫で着用した背番号50は12月28日にチームの永久欠番に指定された。2017年は2軍公式戦29試合に出場。試合数は多くないながらも打率3041本塁だ。 三盗塁を記録し、西田明明に次いで、チーム内二番目に多く二塁手のポジションについた。2018年は二軍公式戦31試合に出場したが、極度の不振に陥り、打率、04に0本塁だ、0盗塁という散々な成績に終わる。また、前年は二塁手に専念していたが、この年は外野手としての出場が最も多く、他に三塁や、 遊撃も守った。10月1日、球団から来期の契約を結ばないことが発表された。10月31日、自由契約工事。2019年1月より、学童野球を支援する、ポップアスリートプロジェクトに参加。営業の傍ら、ムータ君の名前で、ポップアスリートの公式 YouTube チャンネル、ムータ君 TV を開設し、その様子を動画で公開していた。 2020年3月に退職。現在、同 YouTube チャンネル名は、ポップチャンネルに変更されており、高谷の出演は2020年2月投稿動画が最後であった。2020年5月より、地元、桜井市のスポーツ店、スポーツシティ荒木に、正社員として勤務。同社が運営する、ナインスターズベースボールパークでの野球教室では、高谷がコーチを務めている。また、 同年からはクラブチーム関西ハング公式野球団に参加して選手に復帰している。同チームでは保守のポジションについている。ありがとうございます。